岩波先生はですね、はい、この本の翻訳を担当されました、はい、この本を読んでですね、まずどんな印象感想をお持ちになりましたでしょうか。はい、まあ大変こう重厚な本というんでしょうかね、こう医学的あるいは科学的に非常にこう、しっかり、調べ尽くして、まあ、それをこう客観的にこう記述していると、はい、もちろんたくさんのインタビューもあるんですけど、うん、自分の印象でこういわゆる医学的な創設っていうんでしょうか、うんうん、レビューっていうんでしょうか、そういった印象がありました。あ、先生この本は どういう経緯で翻訳を担当されることになられたんですか。これは当初出版予定だった角川の、知人の編集者から、こういう本があるんだけども、うん、手伝ってくれないかというようなところでお話が始まりました。なるほど。やっぱりその役のところの翻訳を精神科医の先生にお願いしたいっていうのは、やっぱりそういう専門的な話がたくさん出てくるからっていう感覚、ね、そうですね。まさに分野としては精神学の分野ですし、精神学の診断とかそういったものが重要になるので、うん、ご依頼していただいたということだと思います。かつて性同一性障害と呼ばれていた性別違和は、自身の性別に激しい不快感を抱き続けるのが特徴。おおむね2歳から4歳にこの感覚が発現し、思春期にこの感覚が顕著になることもある。そのおよそ 70% は子供の頃に性的違和を認識する。そのような状態に悩まされる人は人口のおよそ 0.01% で、そのほとんどが男児。ところが、この10年ほどで状況が激変し、西洋諸国ではトランスジェンダーを自認する思春期の少女が激増している。こう本書には書かれています。なぜそのような現象が発生しているのか、先生のお考えを教えてください。基本的にやっぱりトランスジェンダーというか性同一性障害、性別違和というのは生まれながらのもの、はいはい、まあ、少なくとも就学前あるいは、小学校あたりでは十分認識しているものというのが基本的な考えだし、私もそう思ってるんですが、ここに書かれているケースというのはやはりこう思春期以降ですね、突然というんでしょうかね、自分はトランスジェンダーだと自覚するようなケースですね。で、これは本書にも書かれてるんですけど、思春期の女性特有の精神的な不安定さ、うんうん、それをこう解消する一つの手段というところでトランスジェンダーが用いられたというふうに考えられると思います。で、実は、これも本書、この本の中に書かれてるんですが、似たようなパターンの事象というのは以前にもあって、あ、偽の記憶事件というね、はいはい、いわゆるこう昔でいうボーダーライン、はい、境界性パーソナリティ障害的な女性がカウンセラーのところに行くと、はいはいはい、そうするとまあいろんな質問されるんですけど、うん、カウンセラーは当時はですね、1990年代ぐらいは、話を虐待に持ってったんですね。あ、はい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 、小さい頃親とか近しい人に虐待を受けたことはないですかみたいな話ですね。あ、そうすると最初はそんな記憶がないって言ってるんですけど、うん、何回か聞いてるうちに思い出すんですね、うん、こういうこと ありましたみたいなことを突然言い出すんです。そうですか、そうするとその虐待があなたの今の精神的な不調の原因じゃないですかみたいな話になってって、それで済めばいいんですけど、さすがアメリカというんでしょうか、うん、そこから刑事事件になっちゃいまして、うんうんうん、虐待をしたとされる親が刑事的に訴えられて、まあほとんど実は、無罪なんですけども、本来 は、はいはいはい、そういう人たちが刑務所に入ったりとかいうような事件が多発したというのが1990年代にありまして、そのことも実はここの本の中に、その偽の記憶事件で活躍したドクターが今回もまあ同じような、はいはい、役割を担っているとか書かれてて、随分面白いなと思ったんですけど、一つにあるのは思春期の、うん、まあ、もちろん男性もありますが、特に女性の不安定な心理的な状態と、で、それをどう解決するかというか、解決はできないですよね、それはね、うんうん、思春期ですからね、うんうんうん、乗り越えていくしかないんですけど、そこにアメリカ特有の、うん、
まあ、精神科というよりはむしろカウンセリングの世界ですね、うんうん、特有の何て言うんでしょうかね、独特の世界があって、うん、その偽の記憶事件にしても今回のトランスジェンダーの問題にしてもカウンセラーは決して悪意でやってるわけではない。なるほど。まあ、ほとんどはですね、うんうん、まあ、一部障害が絡みの人はいるかもしれないけども、はいはい、基本的には原因を見つけて直していきたいというところなんですが、それがまあ空回りしてというか、なんでしょうね、原因を見つけちゃうんですね。そういうこうカウンセリング業界の世界の一つの何でしょうかね、問題がまた出てきたなという印象がありますね。アメリカの米国の心理療法の世界っていうのは非常に巨大なんですね、はい、あ、はいはい、私も全貌を把握してるわけじゃないんですけど、なぜ巨大かっていうと、当時というか、もともと塾門とフロイトとその弟子たちが、はいはい、活躍したのはヨーロッパですね、うん、そうですね、ドイツ語圏なんですけど、うん、ナチスが迫害しましてと、うん、いうのは彼らは多くがユダヤ人だった。あ、はいはいはい、そうすると大部分がアメリカに逃れたんですね、はいはいはい、まあ、フロイトはロンドンに来ましたけど、他の弟子たちはほとんどアメリカに行って、そこでこう、はいはいはい、巨大なこう何でしょうかね、精神分析学のなんていうかグループを形成して、でしかもその頃はまだ投薬が、薬物療法がされてなかったので、不安、今でいう不安障害、パニック障害とかそういったものも全てカウンセリングで治しましょうと、あ、はいはい、ような時代だったんですね。 ですからその頃の、いろんな文献とか読むと、まあ、ある意味ちょっととんでもないような治療もたくさんされてるんですけど、はいはいはい、もう精神療法、特に精神分析が、全ての真理だみたいな流れが、うんうん、しばらくの間続いて、うん、その信奉者も数多くいたわけですね。で、まあ、結局のところ薬物療法が進展してカウンセリングの比重というのは衰えたんですけど、 そうですね、そこで活躍してる、活躍というかな、カウンセラーたちが減るわけではないので、はいはいはい、未だにこう何でしょうね、カウンセラー心理療法家のパワーってそれなりにあるわけですね、はいはいはい、それも日本なんかと比べるものにならないぐらいあって、あ、で彼らはやっぱりこう直したいし、うん、それとともに自分たちの何でしょうかね、パワーっていうのかな、チームを保っていきたいというところで、ややこう行き過ぎというか、まあ、かなり行き過ぎみたいなことを時にして返してしまうと、それが一つは偽の記憶事件であり、もう一つが今回のトランスジェンダーじゃないかなと個人的に思ってます。なるほど。すごく今興味深いなと思ったんですが、境界性人格障害のお話が今ちょっと出たんですけど、はいはい、ちょっとまあ教えていただきたいんですけど、はい、境界性人格障害ってどんなものでしょうか。はい、まあ、俗にボーダーラインとか境界例とか言うんですけども、そうですね、まあ、もちろん男性もいるんですが、比較的若い女性、うん、10代後半から20代前半ぐらいの女性で、まあ、感情的に非常に不安定で、はい、そう、うつの波が激しかったりとか、はい、あとですね、こう他者操作っていうんでしょうかね、例えば恋人がいて非常に好きだって言いつつ、ちょっと離れて別な男の人とくっついて見せつけたりとか、こう他人の心をもてあそぶようなことをよくするとともに、自傷行為っていうんでしょうかね、リストカットしたりオーバードーズしたり、問題行動を多発すると。で、当時はですね、そういう疾患があると割と信じられてたんですけど、実は最近はなんとなくボーダーラインはちょっとどうなのかなっていう感じになってきてて、というのはだんだん分かってきたのは、ボーダーラインと言われた人の一部は実は軽い躁鬱病ですね、双極性に双極二型障害って言うんですけど、はっきりした躁状態がないので分かりにくいんですが、そういう場合も結構あると。でもう一つはですね、実は ADHD なんですね。ADHD の人も感情面で不安定で衝動行為があると。ただ彼はADHD の人は他人の操作はしませんけど、あ、なるほど、しないんですけど、リストカットとか、うん、オーバードーズとかは衝動行為でよくあるので一見似てると。でそういったものをこう何でしょうかね、除外してって果たして本当のボーダーラインはいるのかなと、なるすごいですね、いうようなところに今到達してますけども、あ、まあ、もちろん精神分析科の方とか心療法の科の方はいまだにボーダーラインの治療を、うん、
しっかりやってられるんですけども、今はこう、なんでしょうね、ある意味ブームみたいのは去った感じはありますね。なるほど。偽の記憶事件とそこでちょっと利己を感じるっていうことは、はい、本人に自覚があるのかないのかちょっとよくそこは僕はわからないですけども、はいはい、いわゆる注意を引きつけるために装ってる感覚があると。ですね、本人が不安定なのは確かなんですよ。はい、まあ、思春期は誰でも不安定になりますけど、女性の場合は特にやっぱりこう身体的な成長っていう面もあるし、まあ、女性特有のこう何でしょうかね、仲間入りするかしないかとかね、そういうこう仲間外れされてどうしたらいいかとか、うん、女性らしくしたらするにはどうしたらいいかとか、うん、まあ男性と違う悩みが少なからずあって、うん、でやっぱり不安感、抑うつ感、それからもちろん親との葛藤もありますよね。そういったものでやっぱり病院を受診する、あるいはカウンセラーに、面談をするという方は少なからず昔からいたし今でもいると思うんで、本人が苦しんでるのは確かだと思いますね。うん、なるほど。この本はですね、アメリカで起きている10代の少女たちのトランスジェンダーブームについて書かれているんですが、うん、これ日本でも類似の現象って見られるんでしょうか？結論から言えばおそらく起きないんじゃないかと思いますね。現時点では起きてないと思いますね。そうですか。起きなそうっていうことも思われるんですね。結局ですね、はい、この本をお読みになれば分かると思うんですが、はい、結局誘導されてるわけですよね。まあ、もちろん本人が SNS を見て私そうかもしれないと思うかもしれないっていうところから始まる場合もありますけど、きっとそうだよって言って、だったらこうしなさいとか、あるいはこういう治療がありますよっていうのは、例えば学校関係者だとか、人権団体だったり、あるいは心理療法家が誘導してきますよね。はいはいはい、はい、ジェンダーを肯定するってことですね。はいはい、そういうシステムは日本には、まあ、全然なくはないですけど基本的にはないですよね。なるほど。トランスジェンダーと自認したもののその後性移行を撤回したディジスター、医療処置で外見を変えたものの後悔して元に戻そうとするディ・トランジショナーといった方々の証言も本書では取り上げられています。自分の性別に違和感を覚えて反対の性別に移行するも、その感覚が間違っていたと後から感じる。そこにはどのような心理的な動きがあると思われますか？そうですね。だから今のこのアメリカの状況は自分がこう性別違和と言い出したら、はい、そうですかってことですよね。うん、でそれをこう客観的にこう保証するものっていうのは実はないですよね。うん、本人が言い出したから、トランスジェンダーだと認めて、ホルモンやりましょうみたいな話ですよね。ですから本人の感じ方が変われば逆にもすぐなるわけですよね。もちろんなかなかそこを医学的には今確固たるものはもちろん出せないわけですけど、あまりにも本人の感覚感じ方に依存しすぎてるというんでしょうか。あ、それはやっぱり何でしょうかね、それだけのその後のことを考えるとあまりにも軽々しいんじゃないかということは言えると思いますね。なるほど。もう一つですね、トランスジェンダーであると自認することが解放感とか安堵感を感じる要因になったり、トランスジェンダーだとカミングアウトすることで学校で人気者になれたりするっていうケースが本書に書かれています。うん、これはなぜそういうことが起きているとお感じになりますか？まあ、結局ですね、なんとなくこう不安定で冴えない女の子、目立たない女の子、まあ、目立つ子いるかもしれないけども、パッとしない女の子が、トランスジェンダーだと言った瞬間にある意味スターになるわけですよね。脚光を浴びると、周りからこう、まあ、ちやほやかどうかあんないけども、認められて注目されると、そういったプロセスがなんていうかな、人気者かどうかわからないけども、この現象には少なからず起きてるんじゃないかと思いますね。昔なんかだと特に私は子供の頃の日本なんかでいうと、おそらくトランスジェンダーのタイプの方々ってどちらかというとこう差別されたりバカにされたりする対象だったりすることが多かったような思うんですが、ある意味ではスターになれるっていうことがトランスジェンダーっていうのはちょっと神聖化されてるようなところがきっと今のアメリカにはあったりするんでしょうか？そうですね。なんだろうな、
人権を尊重する象徴みたいなのもあるでしょうね。なるほど、ね、なるほど、うん、男性の名前を持つブレストバインダーを装着する、ホルモン療法、乳房切除手術、陰茎形成術など、本格的な性転換を達成するまでには工程があり、このステップをたくさん経ている人ほど古い自分をたくさん超越できたものとして、その覚悟にトランスジェンダーコミュニティから賞賛が送られているように感じます。本書ではトランスジェンダーブームをカルト宗教になぞらえている部分もありますが、覚悟、痛み、損失、変身といった要素が熱狂を生み出す心理的なトリガーになりやすいという印象も受けました。この点いかがでしょうか。これまで何事も成し得なかったあの若い女の子がトランスジェンダーってい う, こう階段を上がっていくことで、うん、こう何かを達成すると、うん、そうい う, こう充実感みたいなのを持つ可能性は十分あるでしょうね。うん、だからもう完全にこうなると医学的な問題ではないですよね。ああ、うん、なるほど、なるほど。ちょっとそこでですね、私が勝手に感じたところで、はい、一種のファッション性のようなものを感じて、うんうんうん、もしかしたらこれはまあ日本でもそうなんですけども、うんうん、昔あった新宗教ブームとか、うんうん、パンクブームとか、うんうん、暴走族、あるいはこうピアスとかタトゥーたくさん入れる人体改造系とか、うん、オタクカルチャーとかですね、うんうん、そのあるファッションとか思想とか行動様式で結ばれる時代ごとの若者のブームメントと、うん、これもしかして同質なんじゃないかというふうに感じたんですが、うん、いや、あの表面的には非常に似てると思いますね。要するにこうあのそういう特有のファッション、まあ、そうそうそうを身にまとうことで、うん、まあ、時代の先端を行ってるみたいな感覚を持てる、うん、過ごすことができると、うん、ただ問題は結局その後の、はいはい、ある意味、不可逆な治療まで、そうですよね、行ってしまうことがあると、うん、それがなければあの実はあまり問題はないだろうと。そうですね、うん、まあ、おそらくホルモンを入れるところぐらいまではどうなのかな。でも切っちゃったりとかっていうと、もうちょっと不可逆な感じしますよね。そうですね、うん、まあ、ホルモンについてはこの著者はあの特に思春期ブロッカーの弊害を言ってますよね、はい、そうですね、12、3歳ぐらいですかね。確かにあの何でしょうか、それが必要な、ね、病気の方がいるんですけど、トランスジェンダーに対して使うということはあのやっぱりリスクは大きいと思うんですね。ティーンエイジャーっていうところで、ティーンエイジャーが他のあらゆる年代よりも危険を犯すと、とりわけ仲間の称賛がかかっている時に危険を犯す傾向にあることが神経学でも明らかになっているというふうにこの本に書かれていました。で、そうするとですね、このアメリカのトランスジェンダーブームっていうのは、ティーンエイジャーが友達との関係性の中で性的違和の感覚を強めていくっていう側面がやっぱり強いのかなと。そうですね、あのでしょうね、そのまあもちろん周りからこう認められたい、称賛されたいっていうこともあるだろうし、自分の何でしょうかね、存在意義みたいのを明らかにしたいみたいのもあるでしょうし、うん、もちろん単純にあの子もそう言ってるから自分もそうだみたいのもあるだろうし、いろんなパターンはあると思いますけど、まあその友達との関係性っていうのは大きな要因だと思いますね。しかし性別が違うって思うって結構こうかつての例えばこう、うん、ピアスしてみたりとか、うんうん、あの自分はロックが好きだとか、うん、ヒップホップが好きだとか、うん、俺は暴走族なんだとかっていうのは、うん、そのぐらいのこう、まあ、一種の錯覚の誇張みたいなものは、うんうん、まあまあ可能だなと僕自身も結構分かる時、うん、そういう感じだったんで、うん、それはよく分かるんですけど、うん、性変えたいってちょっとステップが違う感じがするんですけど、強烈さがその辺はあの何でしょうかね、患者さん当事者の人とかあるいは、一般の方にも聞いてみたんですけど、何でしょうね、例えばあの、まあ、女の子社会っていうかな、うん、に非常に違和感を持ってる方は少なからずいますよね。いわゆる女の子のグループ作って、はい、そこで馴染んでみたいな、うん、それがすごく嫌だというようなところもあるし、そうなると実は自分は女の子より男に近いんじゃないか、うんうんうん、みたいな感じを持つ方も結構いるみたいなんですよ。あ、なるほど。で、まあ高校生ぐらいでこう、うん、同性愛の真似事みたいにする子もそういうのありますよね、うんうんうん、でそういう段階でこう SNS とかで本当はあなたは性別違和なんだみたいなことを
示唆されるとピンときちゃう子はやっぱりいるんじゃないでしょうかね。なるほど、うん、なるほど。この本の中で紹介されていた、うん、ちょっとチェイスなんとかさん、名前今出てこないんですけども、うん、はい、僕 YouTube でそのチャンネル見てみましたけど、はい、あの確かにっていう感じのすごいこう、あの先導が上手いって言い方するとこれ失礼なんですけど、はい、こう非常にこうこの世界に入ったら幸せになれるかもなっていう感触っていうのは確かにすごくある感じですよね、うんうん、だから普通のっていうかな、あのティーンエイジャーの女の子の世界ではまあダメダメかどうか分かんないけどもう隅に追いやられてるような場合もあると思うし、ちょっと仲間勢になってるかもしれないし、そういう女の子がやっぱり女の子の世界に自分がいるのはおかしいみたいなところから始まるんじゃないでしょうかね。あのこの著者はですね、現代のティーンエイジャーが過去に比べて恋愛とか性関係、うん、子どもたちだけで集まう集う機会とか、うん、対面で顔合わせる機会が、まあ、昔より少なくなってるってことを指摘しています、うん、こうした変化はですね、トランスジェンダーブームと、うん、まあ、今の SNS と関係もある気もするんですが、うん、まあ、どう関係があるというふうに思われますか。そうですね、やっぱりこうあの対面が減ってるっていうことでより、うん、あのこういう方向にに傾きやすいっていうのはあるんじゃないでしょうかね、うん、どうしてもね、うん、つまり、うん、要するにこう人と対面したやり取りが少ない方がファンタジックになれるってことですよね。そうですね、で、まあ、結局その代替として SNS があるわけですけど、はいはいはい、SNS は双方向のイメージで実は双方向ではない部分多いですよね。まあカリスマみたいな人がいて、それがバーンと発信して、うん、まあ、それにこう返信するみたいな形だったりすると、まあ、完全に一方通行ですよね。ですから、対面の方がやっぱりある程度議論っていうんでしょうかね、話し合いとか議論とかできる可能性はまあ相対的ですけどね、どちらかというと多いなっていうところはあるんだと思いますね。なんかちょっと孤独な人がネトウヨになっちゃったりする、ちょっとある意味似てることですね。非常に似てると思いますよ、それは。急速発症性性別違和という概念を発表し、いち早くアメリカのトランスジェンダーブームの研究を始めたリサ・リットマン博士の調査と分析の結果が本書に掲載されています。この調査結果の中には、大多数が性別違和を示すまでに1回、あるいは複数回、精神科を受診した経験があり、ほぼ半数が自傷行為をしている。半数近くが公的に学力の高い生徒だとの評価を受けているなど、トランスジェンダーブームを考える上で参考になりそうなデータや情報が見られます。この研究結果から先生が興味深くお感じになった部分はありますか？ここに書かれていることは、こういう方々が、まあ、従来でいうボーダーラインですね、はい、にかなり近い人たちだろうと。という感じがあのダーッと並んだのそうですね、自傷行為が多いとかね、はいはいはい、あのその辺は精神科受診して自傷行為が多いなんていうところはまさにその通りだと思いますね、まあ、全員じゃないでしょうけどね、うん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 、あ自傷行為、なるほど、なるほど、一時はのリストカットも随分ブームになって、そうです、ね、今もやってる人多いですけど、はいはい、自分でこうリスク化してその写真を撮ってネットに上げたりとか、はい、リスク化ではないですけどネックカットかもしれないですよね。おで血がだらだら流れてるところを自分の携帯取ってそれをネットに上げたりとか、そういうようなのが一ブームになってましたね。なるほど、うん、やっぱりボーダーラインのようなところと、うんうん、アメリカでは日本より顕著に LGBTQ のムーブメントが、うん、まあ、政治的なイデオロギーの中に組み込まれていて、うん、まあ、そのことがですね、その性教育をコントロールしようとする潮流となってて、うん、この問題より複雑にしているという印象を受けたんですが、うん、この点どう思いましたか。そうですね、この辺はちょっと私もあまり詳しくはないんですけれども、うん、その、まあ、印象としては本当にこう教育界がこのブームを後押ししているというのは非常に感じますよね、はいはいはい、むしろ、はいはい、なんでしょうね、あの歯止めにならなきゃいけないのに、うん、例えば高校生のねティーンエイジャーの子が勝手に名前変えて親にも知らせないでみたいなね、うんうん、ことをむしろ教師が推奨してると。ですからあのアメリカの教育界にそういう基本的な潮流がおそらくあるんでしょうね、うん、あなるほど、うん、あ教育界と、まあ、それから先ほど申し上げたあの心理カウンセリング業界ですかね。心理カウンでもちょっとそれはまずいはまずいですよね。そう
そういう意味の冷静さを失ってしまう。だからこれはやっぱり政治の議論に入りやすいとこではあるけども、うんうんうん、本来はねもうちょっと少なくとも医学的な診断がまずあってと、でそれが全くないままに本人が何でしょうね、自分がトランスジェンダーと言ったらもうトランスジェンダーになっちゃうと、うん、いう形ですよね、アメリカですとね。先生がおっしゃった心理学のケアがセラピストであったりカウンセリングの中で性的違和をこう肯定する方向にいっていると、うんうんはい、そういうことって誰が決めていくもんなんですかね。誰が決めるか、うん、誰も決めてないんじゃないですか。誰も決めてないんだけど、うん、その、あるところでそういうふうに、流れになったというのをなんとなく聞いて、周囲の人がやってるみたいな感じだと思いますね、おそらくは。この本ってまあ日本で出たのは本当に最近なんですけども、うん、本自体は数年前にアメリカに出てますよね、はいはい、おそらくだからこれだいぶアメリカのそのセラピストとか、うん、カウンセリングされるような方々、うん、カウンセラーたち、うん、ちょっとブレーキがかかりますよね、おそらく。そうですね、ご存知かどうか分かりませんけど、最近、イギリスのキャスレポートっていうのを ご覧になりましたかね。僕もあんまり詳しくはないんですが、はい、イギリスの、NHS ですね、はいはいはい、NHS がこのジェンダーの問題について、うん、キャス先生という方を中心にこう委員会を作って、うんうん、どういう治療が望ましいかというのをこう、まあ、すごい長いんですけど、何百ページもあるんですけど、はい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 、結論から言うとこの本とほとんど同じこと言ってます。あ、だから今ようやく見直しが始まったとこだろうと、まあ、少なくともイギリスでは始まってると。へえ。アメリカっていうのはだから公的なそういう NHS みたいなのがありませんので、はいはいはい、まあ、バラバラにあるしかないんですけど、あ、まあ、大学によってはもう手術みたいなことはやめましょうみたいなことも確かありますよね、はい、すいませんちょっと名前出てこないんですけ ど、東海岸の有名な大学なんかで、あ、はい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 、やめたっていうのはありますし、だんだん見直しが進むんじゃないでしょうかね。こういう精神科医とか心理学とかの分野、精神医療の分野とかって、うん、イギリスとかが結構進んでるんですか、アメリカと比較したりした時に。それともだいぶ違う。これも進んでるとか遅れてるとかいう問題じゃなくて、うん、イギリスはナショナルヘルスサービス、ね、NHS という、はい、こう統一的な組織があるので、うん、その統一的な NHS で、まあ、政府の機関ですよね、うん、どう対応するかというのをこう調査研究したということなんですね、うんうん、アメリカは逆にそういうものがありませんから、まあ、各大学各施設で独自に、やっていくということだと思いますね。この本の著者であるアビゲイル・シュライヤーさん、はい、どんな方かっていうのは どういう印象をお持ちになりましたか。そうですね、あまりそこも詳しくは知らないんですけど、うん、まあ、非常にこう丁寧にこう取材して、そうですね、相当インタビューして、ですね、インタビューもそうですけど、医学論文も非常によくお読みになってて、非常に詳しく書かれてて、よく何度も調べて勉強されてるという印象はありましたね。なるほど、なるほど、うん、結構これを最初に書くっていうのは結構な勇気がいったんじゃないかなと、特にアメリカで。そうですね、そう思いますね。ですよね、うん、まあ、この本を読みながらも、はい、読んだ後も必然的にやっぱりどうしてもこう感じてしまったところで、今のこのトランスジェンダーブームというものが一種の一時的な熱狂なのであって、うん、その中に大いに錯覚があるのかもしれないですが、トランスジェンダーそのものも錯覚なのかってやっぱり疑問に思い始めるところもあるんです。うーん、いかがですか。いや、トランスジェンダー自体は我々も常時見てますし、はいはい、まあ、例えば確実な所見としては、うん、自閉症スペクトラム障害ですね、まあ、自閉症犬の発達障害ですけど、はいはい、彼らにトランスジェンダーが非常に多いっていうのは明らかな所見ですし、まあ、実際我々の病院にも多数来てられますし、何でしょうかね、トランスジェンダー自体の存在はもちろんしっかりあるだろうと、うんうんうん、ただまあアメリカで現在起こってる、まあ、この十数年起こってきた10代の女性の問題はまたそれとは別であろうということじゃないでしょうか、うん、まあ、そういうふうに見直しがイギリスの NHS では、うん、まあ、少し起き始めている、うん、ということなんですが、うん、このブームって、まあ、こういう本が出たりもしてるんですけど、はい、どうなっていくとご想像されますか。いや、やっぱりこうもう少しこう
ホルモン療法なり手術をするにあたっては、こう、医学的な関与をしっかりしましょうというような流れは出てくるんじゃないでしょうかね。なるほど。だから未成年がそういうことを勝手にやるのは、うん、ちょっと阻止しようという、うん、ことですよね、うんうん、でちょっとこれうろ覚えなんですけど、はい、あのイギリスのキャスレポートには、うん、ホルモン療法や手術療法は基本的には好ましくないっていうのは確か書かれたと思いますね。そうなんですよ。思春期ブロッカーでしたっけ、うんうんうん、とか、はい、テストステロンですね。でこの辺はだいぶ特に成長期の、はい、まだ成長している若い方なんかだと、なんか脳、はい、が成長しなくなってしまうだとか、はい、単にこう、はい、生理が止まったりするだけではなくて、はい、成長、うん、あの脳の成長も生殖期の成長も止める可能性は恐れはやっぱりあると思いますね、うんうん、なるほどなるほど。ちょっといろいろ考えると、だこの本をこう、まあ、差別的だというふうに批判する方もいるとは思うんですが、はい、あの貴重な調査だとは思うんですよ、うん、はい、その辺どう思われますか。そうですね、まあ、あのもちろんその通りなんですけど、ここまで行くまでに止められなかったのかなっていう方がむしろ、あ確かに、あの、アメリカの医学会精神学会何をしてたんだなというようなむしろサプライズですよね。あ、まあ、それはあの先ほど偽の記憶の問題もそうですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと米国というのはアメリカというのはこうブレすぎちゃってるでしょうかね。行くとこまで行っちゃってから戻るみたいなところがあるのかなっていうのが正直な印象ですね。なんだろう、日本であえて言えば似たようなブームっていうのはトラウマブームですよね。おお、あの阪神大震災とか、はいはい、おあの後にこうトラウマって今も流行ってますけど、はいはい、ちょっと怒鳴られたらもうトラウマみたいなあことはよく未だに言われますけどね、はいはい、まあ、もちろんどこまでトラウマにするかっていうのは難しいんですけど、本来の定義はあの PTSD になるトラウマっていうのは、死にかけるかそれに近いものか、交通事故も災害も犯罪も戦争もみたいなね話なんで、親から怒鳴れたぐらいじゃトラウマじゃないですよっていう話なんですけど、はい、こんなトラウマありました、あんなトラウマありましたっていう、こう非常にトラウマ映えが流行りましたよね。なるほど、まあ、だからつって何かすごく問題になったかっていうとそこまでもないんですけど、あ、はははは、まあ、構造としてはちょっと似てるところありますよね。でもちょっとこの本のテーマともそれつながるかもしれないんですけど、うん、一旦じゃあ精神医学がちょっと過剰に行き過ぎたものが今揺り戻っているっていうのが世界、うん、でもそれはね、精神医学がやってるわけじゃないんですよ。あ、そうか。結局あの別にマスメディアの人を批判するわけでもないんですけど、あ、はいはいはい、あのマスメディアの人が面白いなと思ったキーワードを取り上げますよね、はいはい、トラウマにしても、はいはい、それが広まるわけですよね。あ、でアメリカの場合はそこにあのそこにというかベースはその心理カウンセリング、うん、業界の、うん、なんていうかな、巨大な力みたいのが加わるわけなんで巨大なわけですけど、日本はそれがないのでそこまで今ならないと。あ、すごいですね。だからその、うん、ある症状の話をたくさんすると増えるってことですね。そうですね。例えばあの一時アスペルガー症候群というのが流行りましたけど、はいはいはい、まああれもかなりインチキが入ってて、あの今まあそもそもアスペルガーって言葉使わなくなっちゃったんですけども。あ、そうなんですね、はい、ちょっと前までかなり使ってましたよ。なぜ使わなくなったかというと、はい、あの元々 あのアスペルガー先生が、はい、ナチスの協力者だったんじゃないかという可能性が出てきたんで、まあ、その辺アメリカイギリスは厳しいですよね。確かにもうパッともなくなりましたね、うんうんうん、で名前を変えちゃったんですね。なんか読んでたりする方としてはその変化知りませんでした。あ、そうなんですね。診断基準から名前を消しちゃったんですよ。あ、うん、まあそこの真偽ははっきりしないんですけど、まあ確かに戦時中のウィーン大学の小児科の教授で他の人たちは大体追放されてるのに、うんうん、アスペルガー先生だけは追放されてないと。だけど表立った協力という証拠はないんですよね。あ、そうなんですね。あの実はその本は公文社から出てるんですけど、はいはい、僕は解説を書いてるんですけど、あの、なんとなく裏でつながってそうな、はいはい、あの状況証拠みたいなのはたくさん挙げられてまして、でもまあ多分米の人たちにとってはもうそれで十分だってことなんでしょうね、証拠としてね。あ、うん、そうするともうアスペルガー使わなくなると、じゃあその分類ができなくなってくる。いや、だから別の名前になったわけですね。あ、そうですね、うん、診断基準の名前を変えたわけですよね、うん、
なるほど。すごい、この世界のデリケートさみたいなものを感じました。いや、だから根本は、例えば、何でしょうね。これを調べれば絶対診断がつくとか、そういうものがないっていうのが問題ですよね。なるほど。体の病気だったら、例えば、血液調べれば、腫瘍マークが出るとかね。なんだろう。バイオプシーやって細胞を取れば分かるとか。だけど、精神疾患はそういうものがほとんどないので、まあ、なんでしょうね、どうしても曖昧になりますよね、診断がね。なるほど。それが根本原因ですよね。LGBT、まあ、ここちょっと僕が知識ないので、うかつすぎる気もするんですけど、はい、この LGBTQ に対する世の中の認識って今、激変してきてるじゃないですか。はい、そうすると、精神医学界でもこの辺の扱いっていうのは、すごい変動激しい部分なんですか。ですね、多分米国ではそうだと思うんですけど、はいはい、日本ではほとんど変わってないですね。あ、そうですか。だから、やっぱり日本でこの、まあ、性同一性障害も LGBT についても基本的に関心持ってる人ってすごく少ないんじゃないでしょうかね。なるほど、なるほど。